皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は650円の奇跡で作るプロ級立体感メイクをご紹介します。ドラッグストアで売っている650円のある商品を使うだけでプロ級の立体感メイクを作り出すことができます。顔に立体感が生まれると小顔に見えます。そして表情も豊かに見えて洗練された女性のイメージになることができるので、これから新しい季節に向けて本当にぴったりのテクニックだと思います。そしてなんといってもね、ドラッグストアで買える本当に手頃なアイテムで作ることができるので、ぜひ参考にしていってください。それでは早速いきましょう。ズバリこちら、ケイトのザ・アイカラーという単色のねアイシャドウです。私が今回選抜したのが、画面から見て一番右側から037番、真ん中が038番、そして一番右が039番のこの3色のカラーが日本人のお顔の影の色にぴったりなんですよね。一番上が039番、真ん中が038番、一番下が037番、一番上のレッドブラウンは少し赤みが入っていて、一番下は逆にイエローが入ってます。そして質感がややマットめなので、シェーディングだったりとかアイシャドウだったりとかノーズシャドウだったりアイブロウを描いたり、とにかくお顔のいろんなところに使えます。これだけで650円払うだけで、でこれ3色揃える必要はないかなっていう風に思っていて、038番と039番のこの2色使いを推奨します。これね、本当に私感動してるから早く皆さんに感動をお伝えしたいなと思っています。それではね、シングルシャドウを使った立体感メイクを作っていきたいと思います。今ファンデーションとちょっとリップだけで軽く塗っております。こちらでノーズのシャドウを作っていきたいと思います。まずはこちらの2色を混ぜていきたいと思いますね。トントントンと柔らかめのブラシにとって、だいたい目頭横ら辺からここからスッと眉頭の方に向かってシャドウを入れます。こんな感じ、鼻筋と眉がつながった感じがします。そしてアイホールの骨があります。目の周りの丸い骨、ここの眉下の部分からその骨をクーッとなぞります。結構立体感出てると思いませんか。でそうしましたら、余ったパウダーで今側面使ってたんですけど、ブラシの縦ラインを使って鼻筋のところにスーッと抜けていきます。このような感じです。鼻先がクッと丸くなっている方が多いと思うので、そこをすっきり見せたいので、丸さを横からカットするように斜めにシュッと。そしてここの小鼻が膨れているところって皆さん気になりますよね。そこの部分も斜めにカットするように影を入れると小鼻の膨らみ目立たなくなります。そして今この筋を作りましたよね。それをちょっと横にぼかさなくてもいいけど、ぼかした方がより自然。このような感じでどうでしょう。適度に立体感が出ています。2色あると色味調整できるので、ぜひ650円なのでね、2色買って色混ぜながら使ってもらいたいなと思うんですけれども、あんまり色が濃く出すぎてしまうとわざとらしくなってしまうので、物足りないかなぐらいが意外とちょうど良かったりします。こんな感じ、自然に彫り深になってます。そうしましたら同じこの2色を使って次はアイブロウを描いていきます。眉毛に立体感を出すのはもちろん形も大事なんですけれども、1色ではなくてなるべく最低2色は使うっていうことが眉毛の立体感を生む大きな秘訣になってきます。基本的にお顔の外側、眉尻側の方は少し色を濃くして、眉頭の方は色を明るくすることによって自然とお顔の立体感っていうのが生まれます。ちょっと色がついているブラウンの方のアイシャドウをブラシに取ります。そして眉の山の部分から外に向かってスッスッと色を入れていきます。そして中央から今スタートした眉山、眉の一番高くなるところに向かって色を入れます。ふわふわっと全体にね、色を余ったパウダーで眉頭の方に少しなじませます。そしたら先ほどノーズのシャドウを入れるのに使ったちょっと柔らかめのブラシを使って038番取って眉頭の方をふわふわふわっとぼかします。眉頭からだいたい眉の中間あたりにちょっと抜けるような感じ。こうするだけで自然な立体感のある眉のベースが作れます。パウダーだけだと毛のムラが気になるなっていう方は、立体感ベース眉を作った後にアイブロウのペンシルとかで毛の足りないなって思う部分をちょっと埋めたりすると
より自然な眉を作ることができます。こんな感じ。今ね、埋めるのに使ったのはケイトのアイブロウペンシル BR の5番です。アイブロウのマスカラをちょっと使います。こんな感じでノーズのカラーと同じ色を使うことによって自然な印象になっているかなと思います。このようにして眉毛を簡単に作ることができました。次はこちらの引き続きこの2色を目元に使っていきます。まずはこちらの明るいねベージュの038番のカラーをノーズシャドウを入れたふわふわっとしたブラシにとって上のアイホール全体にのせていきます。これベージュカラー全体にのせてくすまないのっていうような話なんですけれども、やや明るめ、本当に肌の色にふわっと溶け込むようなベージュカラー、本当に不思議なんですけどそういうカラーなので、まぶたのくすみを自然に取り払ってくれるようなイメージです。そうしましたらザンアイカラーの039番のレッドブラウンの方ですね、指に取ります。そしてこの際の部分から上に向かって自然に横スライドさせながらだんだんちょっと上に向かってね色が抜けていくような印象。そして余った目のくぼみとかが気になる方はこれはやらない方がいいんですが、本当に少しついてるかついてないかなぐらい指先に余ったものを目尻のところからスーッと眉骨の下をねなぞるようにします。そうするとすごいつながりができると思いません？ぐぐっと深さが出て眉骨のところをアイシャドウでなぞり、そして先ほどのノーズのラインとねここがね合流するんですよ。合流すると全部の流れがつながっているので洗練された自然な立体感を演出することができます。まとめのアイシャドウって柔らかいブラシを使ってもグラデーションにするのってやっぱすごく難しいんですけど、これはパウダーの質感がすごくソフトなので指でやってもムラにならないですよ。指でのせてムラにならないマット寄りのアイシャドウって本当に少ないので、これどうなってるんですかっていう、私多分これ3000円ぐらいで売られてても買うと思います。これ中でさ監修してるアーティストさん本当にすごいと思う。こんな感じで指でささっとのせただけであっという間に立体感のある目元を作ることができました。そして涙袋を作りたい方多いじゃないですか。今回はビセのマイヌーディアイズのベージュの3番、私がいつも使っているカラーなんだけど、これの一番上の例えば明るいカラーを下まぶたにのせて、いつも通りこの下まぶたを明るくしながら涙袋っぽいものをね作ります。この工程はね皆さんやられる方多いと思うんですけど、こんな感じで下まぶた明るくなりますよね。そしたら先っちょが細めのブラシでトントンとまあ2色混ぜて、控えめがいい方は明るい方のね037番のベージュだけでもいいと思うんですけど、ニカッと笑って、私ね笑わないと出てこないんですけど、こう思いっきり笑って影になってほしいところにスーッとこうなぞります。ちょっとぼかしてもいいけれども、こうすると一気にめちゃめちゃ自然な涙袋の影が笑っちゃうぐらいあっという間にできます。全体っていうよりかも真ん中らへんにシュッシュッシュッと入れるっていうのがポイントかな。ちゃちゃっとアイラインとマスカラをねいつも通りしちゃえばもうあっという間に目元のメイク完成しちゃいますから、普通にアイメイク仕上げていっちゃいます。アイラインとマスカラを塗りました。こんな感じで仕上がってます。そうしましたらですね、一番最後にこれをシェーディングカラーに使っていきたいと思います。これねちっちゃいじゃんっていう話なんですけど、大きめのふわふわっとしたフェイスブラシを使えば大丈夫なんですね。これをこっちの方が色が濃いので、色が濃い方先トトトトンってまんべんなく先を押し当てるようにするとまんべんなくつきます。そしてさらに上からちょっと薄めのね037番のカラーを含ませます。こんな感じで、そうするとまんべんなく含まれるんですね。でこれを手の甲にささっと落としてなじませて、ふわふわって外から内に向かってグラデーションになるようにすると自然にシェーディングされます。顔の影になるノーズとかねシェーディングのカラーが統一されているとそれだけですごく自然な印象、全てのお顔のパーツがつながっているような印象になるので、どうですか、結構顔が立体的になってきていると思います。これすごいね。もうチークとハイライトはね今日のメインではないのであくまでもおまけなんですけど、
と、こちらもプチプラね、ビセのアバンパーフェクトフィニッシュハイライトっていうので、まずチークカラーになる血色カラーの方のハイライトを取って、頬骨のところをこうなぞってふわふわっとさせると、血色求めてる方はチークの上に重ねる使い方がいいと思うんですけど、私はパーツの配置的にあんまりチークが濃いと本当にアンパンマンみたいになっちゃうので、ちょっとねこういうので引き締めながら、そう、これ春夏のちょっとヘルシー感出ませんか。一気にすごいね、綺麗ね、デパコスって感じの発色だと思います。そしたらアイスブルーっぽいミントっぽいカラーっていうのかな、目頭下にちょっと入れて、あとはノーズのところにも入れましょう。これね、寒色系の色味なので、あんまりいつものハイライトのテンションでバキンと入れちゃうと浮いちゃうけれども、薄く伸ばすとすごい一気に透明度が上がるのでおすすめです。ナチュラル好印象立体感フェイスの完成です。ということで皆さんいかがだったでしょうか。参考になればとっても嬉しいです。本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラム、ツイッターノートもやっているのでフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。